これより1時間休憩を始めます。知事よろしくお願いします。はい、それではまず10月27日から11月2日までベルリンとロンドンに出張してまいりましたので、その報告からいたします。まあ、2つの都市を訪問して駆け足でありましたが、大変充実した出張となったと思います。以前に知事の方からも受動喫煙防止で条例も選択肢の一つであるというご発言があったかと思いますが、その後、9月には自民党からですね、一律の条例などによるその分煙の義務化とかですね、規制についてはこう慎重論を求めるような要望書も出ています。条例の制定の可能性、それからもし制定する場合ですね、どういった内容、その義務化が妥当なのかとかですね、そのあたりのちょっとお考えも合わせてお伺いしたいと思います。はい、私が出張中の10月29日に検討会開かれたというのは、中身もちゃんと報告を受けております。その完全禁煙路の方もおられれば、分煙路の方がおられたりする。で、それから逆に分煙も禁煙も困るよなっていう方も、また飲食店禁煙してるからっていうような方もおられるし、タバコの業界の方もおられるんで、今後ともさまざまな意見を聞いていきたいと思います。で、最大のポイントはやっぱり受動喫煙を防止するということ、これが最大公約数になろうかと思うんです。私なんかすいませんから、肺がん予防のためにお吸いにならない方がいいですよってお勧めするけれども、吸ってるのは、いや、俺の趣味だから命縮めようとか好きなことやりたいっていう、その趣味までは止めることできないけど、だけどあなたの煙で、私の健康を害すのはやめてくださいっていうところまで言えると思うんで、それで要するに分煙や受動喫煙防止が完璧になされてなくて、例えば個々に何も仕切りなくて、こっち側の人タバコ吸っていいですよって、やっぱ我々も受動喫煙しますから、だから今から完璧にボックスのような形で そこに入ってくださいと、で外に煙全然出さないでくださいと、そういうことをもっと進めることが必要だと思うんで、都庁内の喫煙ボックスも完璧に密閉性じゃないと思いますので、そういうことをやることによって、少なくとも都庁の中では受動喫煙はありませんと、漏れてきたら意味ないですから。で、その点で例えばこれは路上でながらタバコっていうのをやれないように、いろんな区でそれぞれ対策を打ってますけど、そういうこともあり得るだろうし、だから最大公約数的に言うと、受動喫煙をやらないためのいろんな仕組み、今言ったハード面でのそういう喫煙ボックス、それを最初から条例で必ず何個置きなさいっていうことはできないでしょうから、それを進めて、何らかの形でそれを誘導するような施策が取れるか、そういう形だろうと思うんです。っていうのは、なかなかもう少しその議論をして聞いた上で条例化できるかどうかって、これはまた課題なんで、とにかくできるところから、今言ったのは完全な受動喫煙防止のための施策をどんどんやっていくということが必要だと思います。ただどうしてもやっぱりオリンピック開催地としてはそれでは不十分だという意見も海外からは非常に多いですね。ですからそういう中で、6年先を向けてどういうふうにやっていくか、ただどうしてもタバコを吸いながら食事をしたいんだっていう人はこのお店はそれが可能ですっていうのを出してやるのかどうなのか、ただ今までのデータだと禁煙って歌った方がお客さんが増えてるっていうデータはありますね。そういうことでもう少しこの検討会議の状況を見てみて、タバコ吸わせてくれっていう方の意見もついに聞いてみたいというふうに思っています。